皆さん、こんにちは。あかねです。こんにちは。今日はですね、ずっと前からコラボしたかった井上先生に来ていただきました。井上先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。ずっとですね、私のコメントでも、はい、井上先生とコラボしないんですかっていうコメントが多かったんですよ。ああ、私もたまにあかね先生のチャンネルとかライブとか見て、はい、いろいろチェックしていつかコラボしたいなと思ってました。本当今日は光栄です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですが、井上先生、はい、自己紹介お願いします。井上和弘と申します。私は以前台湾で15年ぐらい生活していて、今は日本の神戸で、日本語の教材を作ったり、日本語の、YouTube 動画を投稿したりしています。じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張しますね。緊張しますよね。はい、井上先生、中国語ペラペラですよね。そうですかね。もう本当ゼロから始めたんですけど、はい、やっぱ日本語を教えるときに中国語も使うので、それで少しずつやっぱり上達してきたのかなとは思います。大学で中国語を勉強したんですか？いや、大学はもう全く中国語と関係ないことだったんですけど、大学の時に、1年間休学して台湾に留学したのが、まあ、きっかけで、その後、まあ、師範大学の院に、留学してっていう形ですね。ちなみに大学の専攻って何だったんですか？商業学部だったんで、どっちかというと商業とかの方だったんですけれど、はい。もうでもその時から、やっぱり台湾とか外国に留学したいっていう気持ちが強かったんで、そうですね。そこから中国語とかに興味を持ち始めた感じですね。そうだったんです。ちょっと意外でした。大学でも外国語系の学部なのかなって思っていたので。はい。そうなんですね。じゃあビジネスの相談があったら井上先生にした方がいいですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、でですね、まあ、井上先生はもともとは新潟の出身だった。そうですね、はい、生まれは新潟で、両親も新潟出身なんですけど、育ったのがもう神戸で、小学、まあ、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、全部神戸です。はい、はい、で今も神戸にいらっしゃる。そうですね、今も神戸で生活しています。はい、わかりました。ということで今日はちょっと井上先生に神戸について教えてもらいたいと思います。はい、はい、簡単ではありますけど、はい、はい、はい、お願いします。じゃあ、はい、最初の質問なんですけど、はい、神戸は簡単に言うとどんな場所ですか？そうですね、神戸は一応兵庫県の南で、大阪と京都の、近くにある、関西の主要都市の一つで、あと山と海が近い、うん、まあ、ちょっと横浜みたいな都市かなっていうイメージです。わかりやすいですね。はい、私実は一回だけ神戸に行ったことがあるんですけど、はい、本当に自然もあるし、でもこう、はい、栄えてる、こうカフェとかもたくさんあるし、そうですね、はい、すごくいい場所ですよね。はい、まあ、大阪と京都と神戸、ね、よく京阪神3つあるんですけど、それぞれやっぱ特徴があって、大阪はやっぱりお店とか会社がたくさんあってとっても賑やかなイメージ、うん、で京都はやっぱお寺とか神社が多い、うん、はい、ね、神戸はまあ、特に観光する場所そんなにないんですけど、まあ、おしゃれで生活しやすい場所っていうイメージですかね。いや、本当におしゃれっていうイメージがめちゃくちゃ強いです。そうですね、なんかよく言われますね、神戸はおしゃれっていう、はい、そうですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次なんですけど、はい、神戸の有名な食べ物を教えてください。神戸はそうですね、多分皆さんが一番に思いつくのが神戸牛、うん、神戸ステーキだと思うんですけど、実際に神戸で生活してる人もそんな食べる機会がない。やっぱり高級な、はい、食べ物なんで。ただやっぱりその、まあ、最近観光客が増えてきたこともあって、ステーキハウスがすごい増えてる。うん。ので、まあ、
神戸に来たらまあステーキ食べて、はい。あと、昔から外国人が多いんで、洋食、オムライスとか、洋食もすごい美味しいのと、あとケーキ、デザート系もすごい有名なお店がたくさんあるんで、ぜひ行ってみたらいいと思います。すごくこう洋菓子が多いっていう印象が強くて、ね、はい、なんか例えばデパートに入っているような有名なお菓子のお店も結構神戸発出、はい、神戸からっていうお店結構ありますよね。デパ地下の結構ケーキ屋さんとかも神戸のお店が多いと思います。そうですよね、はい、本当になんか、うん、洋菓子が有名で、あとまあ、うん、もちろん肉、お肉が有名。そうですね、ステーキよりも、うん、ケーキとかオムライスとかの方が私のイメージとしては、はい、美味しいと思います。確かに、まあ、ちょっとねそのステーキ、まあ、たかなり高いですよね。そう、まあ、あの結構最近はランチとかでなんか2000円とか3000円のとこも結構増えてるけど、まあ、ちゃんとした本格的な神戸牛を食べようと思うとやっぱり1万円以上するんで、なかなか行く機会はない。はい、確かにそうですよね。わかりました。じゃあ次なんですけど、はい、神戸の有名な観光地を教えてください。あ、観光地、さっきもちょっとお話ししたんですけど、そんなに、まあ、観光地がなくて、ただ、海とかロマンチックな場所が結構多いので、神戸港の神戸ハーバーランドっていう場所があるんですけど、そこで、こう、まあ、海とか夜景を見ながら、こう、ランチを食べたり、まあ、ディナーを食べたりできるっていうのが、まあ、一つ。あと、神戸結構日本酒も有名で、結構酒蔵巡りとかもできるので、日本酒に興味がある人は、まあ、酒蔵巡りをしてみるのも一つかな。はい。そうですね。昔からの神戸は外国の貿易商人さんが結構住んでいたので、その昔の洋館とかがたくさんあるので、まあその北の偉人館っていうそういう偉人館をこう巡るツアーとかもまあ楽しいかなとは思います。はい、確かにこう日本っぽい建物じゃなくて、はい、すごくなんかもう美術館みたいなすごく綺麗な建物も多いですね。そうですね。そのスターバックスとかもやっぱりその場所によって雰囲気がやっぱ違って、神戸の北の偉人館のスターバックスはもう昔の洋館を改装して作られているので、とってもおしゃれな、はい、スターバックスがあります。私多分そこ行ったかもしれません。はい、ちょうど坂の途中にある。あ、そうですそうですそうです、はい、坂のところにあって、はい、なんか見た目遠くから見ると多分スターバックスってわからない。わからないですね。はい、でも看板があって入ったら何ですかね、昔のなんか舞踏会でもやりそうな感じ。あ、そうですそうです、なんか本当昔の洋館みたいな感じのところですね。いや、すごく確かにね、雰囲気が素敵なお店がたくさんありますよね。はい、はい、神戸は大阪まで電車で20分で行けるっていうのと、まあ、京都までも1時間で行けるので、うん、結構神戸で生活して会社は大阪っていう人が多いと思います。はい、まあ、20分だったら余裕ですよね。近いですね。はい、いや、すごく近いです、うん、関東圏だと埼玉県とか千葉県から東京に通ってる人は、はい、まあ、1時間とか1時間半はザラなのって。あ、結構かかるんですね。かかりますね。あ、まあ、20分だと。もし関西に遊びに来ることがあったら多分大阪ぐらいにホテルを取って大阪から神戸に遊びに行ったり大阪から京都に遊びに行くのがおすすめかなと思います。どっちも近いんで。いいですね。確かに便利な場所ですよね。はいはい、ありがとうございます。わかりました。じゃあですね、まあ、今井上先生神戸にお住まいとのことなんですけど、はい、神戸って住みやすいですか？なんか私が聞きたいのは、まあ、家賃が高いかとか生活費とかってどうなんですかね。私も逆に東京の家賃がどのくらいかがちょっとわかんないんですけど、まあ、神戸の、まあ、大学生だとだいたいワンルームで多分6万円前後。んー、どうなんですかね。東京の方は。そうですね。東京でももちろん場所によって、はい、中心
地に、なんですかね、東京の本当に便利なところだと、はい、ワンルームでも、まあ、8万、9万とかしてしまうんですけど、多分今、井上先生がおっしゃったように、まあ、大学生だと、はい、確かに、まあ、6万とかは普通だと思います。私の友達も大学生の時に、東京で一人暮らしをしてた人がいて、はい、まあ、6万円前後が多かったかなっていう印象ですね。まあ、じゃあ同じくらいか、まあ多分ちょっと安いぐらいだと思います。はい。まあでも神戸も結構大きくて、その、まあ都心とちょっと離れたところはだいぶ違うと思うんですけど、まあ大体平均して5、6万ぐらいだと思います、学生は。はい。そうなんですね。井上先生今住んでて、やっぱ住みやすいですか？はい、住みやすいですね。まあ、買い物行くなら、ま、大阪に行ったらいろんなものが買えるし、ちょっと旅行に行きたいってなったら、やっぱ京都まで行くのもそんなに時間かからないんで、はい。神戸は本当に、うん、住みやすい場所だなと思います。はい。神戸の中で買い物するのも便利だし、まあ、交通も便利だし。そうですね。はい。不自由はなさそうですよね。そうですね。神戸だと、まあ、三宮っていう一番の繁華街があるんですけど、まあ、そこで大体のものは買える。けど、多分女性の方とかはもっといろんなものを見たいとなると、やっぱ大阪に行く人が多いっていう感じですね。はい。まあ、20分で行けるんだったら、全然いいですよね。そうですね。で、神戸やっぱ海があるんで、ちょっと海見たい時とかも海見れるし、ちょっとだけ山登りたい時も山登れたりできるので、うん、やっぱ自然が多いのも、うん、生活していく上ですごい魅力の一つだと思います。いや、いいですね。わかりました。じゃあですね、次の質問なんですけど、はい、神戸に住んでいる外国人の方って多いですか？多いですね。元からやっぱり貿易で栄えた町なんで、まあ外国の人が多くて、で、本当一時期は多分中国人とかの方が多かったと思うんですけど、最近は本当ベトナムとかの方が増えてて、私のまあ家の近くのコンビニとかもほとんど多分ベトナム人の方が、多分留学か研修とか仕事の研修とかかはちょっとわからないんですけど、まあ来られてる方が多いのかなっていう印象ですね。んそうなんですね。じゃあもうちょっと東京と似てますね、はい。なんか東京のコンビニも結構店員さんが外国人の方多いので、はい、結構そういう、じゃあ日本語学校とかも神戸には結構あるんですか？まあ、いくつかはありますね。はい。そうなんですね。まあでも確かに、例えば大阪の日本語学校とか大学に通っている人もいるかもしれないですよね。神戸から。確かに、はい。うん。なるほど。なんで結構家の近くのお店とかもベトナム料理店とか、結構アジア系のレストランが増えてる感じがしますね。はい、そのじゃ経営してる方は外国人の方。そうですね、はい。そうなんですね。その、ま、神戸でも場所によると思うんですけど、私が住んでる、ま、春日野道っていう駅があるんですけど、その周辺は結構、特に外国の東南アジアの方が多いイメージです。そうなんですね。え、先生お住まいの駅行っちゃって大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、来てくれないんで。いやぜひ声かけてもらえれば、はい、一回だけね、まあ、神戸の街で声かけてもらったことがあって、はい、まあ、嬉しかったんで、ぜひ見かけたら声かけてもらえればと。すごい、神戸で声かけられるってもう超有名人ですね。いやいや、もう全然、はい。すごい。確かに先生時々ライブ配信でこう街を。そうですね。最近まあ、コロナであんまり人の多いとこには行けないんですけど、まあ、人が少ないこう海辺とかにたまに一人で散歩に行って、ライブ配信っていうことで、まあ、いろんな、まあ、視聴者さんとコメントのやり取りしたり、まあ、中国語で話したり日本語で話したり、はい、いろいろ交流したりしてるので、はい、いや、すごくいいですね。私も時々拝見してるんですけど、あれはすごく楽しい。赤先生もこの間やられてましたよね。あ、そうですね。でもやっぱり、はい、なんか街中歩くの結構難しい
ところもありますよね。はい、うん、なんか慣れてしまえば多分そんなに、うん、問題はないと思うんですけど、初めはね、やっぱちょっと、ね、他の人の目も気になるし、うん、そうなんですよ ね、はい、ちょっとその壁を乗り越えたいと思います。はい、井上先生ありがとうございます。じゃあ、はい、あの最後にですね、はい、PR タイムということで、あの井上先生がやってる活動でもいいですし、はい、これからやりたいことでもいいですし、はい、何か宣伝をぜひしてください。あ、はい、私のチャンネルでは、主に、まあ、中華圏の人が日本語を勉強している人向けの、動画チャンネルとなっているので、はい、もし興味がある人が、もし興味がある人がいれば、ぜひ見てください。あと、まあ、さっきもお話ししたように散歩とかもしているので、はい、ライブとかでいろいろ、まあ、コミュニケーション取れればいいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにあの YouTube 以外でなんか他の Instagram と か、 なんか SNS ってやってますか？あ、一応あの Facebook、 一番本当最初 Facebook ページから始めて、まあ、今 YouTube がメインなんですけど、まあ、Instagram とかも一応投稿はしてるんですけど、そんなに投稿してないので、はい、何かコメントがあれば多分 YouTube からコメントをしていただければ、はい、すぐ、まあ、1日2日で返せると思います。わ、はい、かりました。じゃあ皆さんぜひ井上先生の YouTube を見てください。はい、はい、ということで井上先生今日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、今日はここまでです。はい、バイバイ。バイバイ。